2030メンバーでジャパンプラットフォーム広報の高杉と申します。後ほど自己紹介とともにキャリアのお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。今日ですが、NGO2030、国際協力 NGO キャリアぶっちゃけ対談、ボリューム4ということで、4回目新春スペシャル僕らがコロナ禍だからできることということで、元、ゼロニュースキャスターの村尾信孝さん、それから飛び立て留学ジャパン小学生の、伊達文香さん、林翔平さんをお迎えして、進めてまいりたいと思います。毎月開催しているこのウェビナーも4回目になりますけれど、初めて入ってくださった方が、今9割以上ですね、100名近く の参加申し込みをいただいております。本当にありがとうございます。やっぱりですね、国際協力のキャリアや留学とか NGO の仕事に興味がある方がとても多いんですけれど、大学生とか社会人の方とか、高校生中学生の参加者の方も、あ、ちょっと切れましたね。高杉さんミュートになりました。あ、すみません、なんかミュートになりましたね。途中まだ大丈夫ですか。はい、大学生です。大学生の方のほかですね、高校生、中学生の参加者の皆さんもいらっしゃったり、NGO の方々や企業の CSR 関連とか、病院勤務の方とか、あとメディアの方々も若者の声を聞きたいということで入ってくださっています。事前にたくさんの質問をいただいているので、それで最大限反映できるように、登壇者で打ち合わせしております。約1時間45分となりますが、参加者の皆さんとともにインタラクティブな形で進めたいと思っています。事前のお知らせとしましてですね、まず発言されるとき以外は音声はミュートにしていただけますようお願いします。と反応が見えるととっても嬉しいので、お差し支えなければ顔を出してぜひカメラはオンでお願いします。本日のオンラインイベントは録音させていただいております。はい、早速ですが、本日のプログラムですね、事前に見ていただいているかなと思うのであまり詳細はいかないんですけど、本日はこのようなプログラムで進めていきます。まず、初めに、NGO2030 とは一体どんなグループなのかというのをご紹介させてください。日本の NGO が向かう、方向性、姿について3つの方向性と10のアクションプランをもとに検討する有志グループになります。問題意識としては世界情勢とか人道開発支援の置かれる状況ですとか、国内情勢とか、さまざまな NGO を取り巻く環境変化を踏まえて、日本またちょっと聞こえないな。あ、またミュートになった。高杉さんまたミュートになりました。はい、私がちょっと調子が悪いみたいですけど、またあの教えてください。はい、日本の NGO も大きく変革する必要があるということで、またミュートになりました。不思議不思議ですね。ちょっとすいません皆さん、SDGs のゴールでもある NGO に、ごめんなさい、2030年に向けて議論アクションしています。で、背景としては2015年17年には政府にも戦略的なアクターとして捉えられているアメリカに訪問したり、2018年に正式に NGO2030 として発足しています。さまざまな団体の垣根を越えて、ここに書いてあるような有志メンバーが NGO セクター全体を盛り上げたいと活動しています。で、3つの方向性と10のアクションプランについては今日はメインのお話ではないので、詳細省きますが、この QR コードからご興味がある方はぜひご覧になっていただければと思います。はい、で本日のイベントを通してですね、未来に続く若い皆さんに NGO の特徴とか、どんなところが魅力か使えていく必要があるだろうということで、このウェビナーを毎月開催させていただいてます。特にキャリアのにつながるヒントですとか、このコロナ禍でもモチベーションを上げていただけるような機会となれば嬉しいなと思っています。でここに出ているみんなアクティブに活動している NGO2030 のメンバーの顔が出てますけど、今日も全員参加しているので、オープントークの際などにも質問があればお答えできればと思っています。簡単ですが NGO2030 について紹介させていただきました。まずはじめ、このウェビナーですね、次キャリアが一つのテーマということもあって、毎回 NGO2030 メンバーの、キャリア紹介というのをさせていただいております。で今回私のお仕事である緊急人道支援の NGO の広報について、
簡単に10分ぐらいですが紹介させてください。まずはじめにですね、ジャパンプラットフォームについて簡単に説明します。ジャパンプラットフォーム JPF は一言で言うと NGO、経済界、政府などが対等なパートナーシップのもとに協働し2000年に発足した日本の緊急人道支援の仕組みです。国内外の自然災害による被災者ですとか紛争による難民、国内避難民を支援しております。で、ここにある企業はですね、活動資金のための寄付はもちろんそれぞれの強みを生かして私たちを支援してくれています。で、政府は主に外務省ですけど活動のための ODA 資金を出したり安全に活動効果的に活動できるように情報を共有したりしています。で、真ん中 の、 私たち、44団体ぐらいいるんですけれど、現地で支援をしたり、現地ニーズを調査してより良い支援というのを一緒に考えて活動しています。そしてですね、3社だけでなくここに市民社会のプラットフォームと書いてますけど、皆さんのような学生たちさんたちですとかメディアとか、一般の方々みんなそれぞれが強みを生かして連携できるプラットフォームというのを目指しています。はい。で、 JPF の誕生前はですね、本当日本の NGO は欧米に比べて規模も小さくて単独では財政基盤も弱いのが現状でしたが、支援現場っていうのは世界中からさまざまな支援機関や NGO が集まって国連を中心に役割分担をしながら支援してますが、日本の NGO は世界のどこかで人道危機が起こるとそこから資金を集めてそれで現地に入るということでなかなか支援の輪に入れないという現状がありました。今日の、お話しいただく村尾さんは実はですね、 NGO の設立に大きく関わったファウンダーで当時大蔵省今の財務省の司令官でいらっしゃったんですけれど、この今説明させていただいた JPF の三者連携の仕組みを外務省に推進してくださったというキーパーソンです。後ほど村尾さんからも具体的なお話が聞けるかなと思います。はい。で、それではですね、私のキャリアについて紹介させていただきたいと思いますが、ジャパンプラットフォームで広報、ごめんなさい、ジャパンプラットフォーム広報部で副部長をしております。国際協力のお仕事をしたい人っていうのはやっぱり現場で仕事をしたいって人が多いと思うんですけど、私の場合広報っていうことでですね、メディアなどさまざまな人たちと連携して、現場と社会をつなぐお仕事をしていると思っています。で、 NGO の広報に至るまでのキャリアなんですけれど、なんで急に象の写真なんだって感じだと思いますけど、なぜ今ですねこの仕事をしているのかなって考えた時に、私の人生の結構な判断を決めてきているのは1枚の写真なんですね。で、この象の写真じゃないです。12歳ぐらいの時にナショナルジオグラフィック の、 見開き写真があって、見開きの2ページで象牙を取られてしまって血の海に横たわる象のむごい写真を見たんですけど、その時に世界には自分の知らない理不尽なことが起こっているんだなと、その12歳の私は気づくんですね。で、ちょっとあまりに残虐な写真だったので、ちょっと可愛い象の写真すり替えさせていただいたんですけれど、自宅が町田にあって、その頃周りの山がどんどん開発されて、車に轢かれたタヌキとか檻に入れられた鹿とか、すごいワイルドなところに住んでるなって感じだと思うんですけど、そういう状況に文字通り心を痛めました。で、周りの大人はそれでも全然気にしていないようで、とても違和感がありました。でですね、山を崩している大人たちに How dare you ってグレタさんじゃないですけど思ってて、グレタさんのような素晴らしい行動には至らなかったんですけど、で、そこからしばらくはですね、自分が解決したいってことはあるんだけど、それにぴったりの進路っていうのが当時の私には分からなかったっていうのがありました。ただその12歳の時の経験と写真はずっと残っていて、そのことがきっかけで1社目は写真家が社長の雑誌社で編集者として5年働いて、でイギリスに留学した後に次に勤める外資系の企業では、CSR の社会貢献ですね、社会貢献がしたくて広報の仕事をしてきました。で、それで写真の最初の写真の影響でロンドンの大学院に留学してフォトジャーナリズムっていうのを学んで、毎日新聞のロンドン支局でインターンシップをした後、帰国の際に 100% CSR というか社会貢献に関わ社会課題解決に関わっ
てもいいなと思って JPF に入りました。で合計で15年ほど広報の仕事をしています。で2回目に留学したのはですね、実は30代半ば過ぎだったので、帰ってからもう仕事ないよとかかなりいろいろな人に反対されたんですけど、行く前に一応今も食いっぱぐれていませんので、若い皆さんも焦ることなくキャリアを積んでいただければなと思っています。ですので広報はメディアとたくさん働くんですけど、自分の行動の原点になっているジャーナリズムの力というのを信じています。また自戒を込めてなんですけど、普段全然関係ないと思っている人たちも実は巡り巡っていろいろな社会課題に加担しているんだろうな、だなという気持ちで仕事をしています。はい、ところでですね、皆さんの同僚やお友達で人道支援に関心がある方っていらっしゃいますか？多分皆さんは関心があるからここに来てくださっていると思うんですけど、JPF で2000人に聞いたアンケートによると、人道支援にとっても関心があるって答えた人は 2.8% で、関心があるという人を入れても 20% 以下でした。であんま多くないんですけど、これくらいがまあ現状かなと思います。でもですね、人道支援 NGO で広報の仕事をしている中で、人道支援の解決には現場で一生懸命やっている支援関係者だけではなくて、社会や仕組みが変わるためにはこの人道支援にあまり興味ないよっていう、今社会で普通に生活している大多数の人々をいかに巻き込んでいけるかっていうのが大切だなと感じています。で実際にやっぱ関係ありますからね、移民難民問題は日本に迫ってきてますし、ビジネスするにも途上国の恩恵を受けてます。ただ同時に課題を自分ごとと感じてもらうことの難しさっていうのも日々感じています。で人道支援の解決のためには本当にあらゆるセクターが関わることが必要って感じていて、この広報のお仕事の中でも特にメディアや人道支援と関係ない人とかの課題の共有とか連携っていう企画に力を入れてきました。と言われてもですね、ちょっとなかなかイメージつかないかもしれないので、少しイメージしていただけるように本当に 2,3 事例を紹介します。これ奈良義友さんってご存知ですかね。この絵を見ていただけると分かると思うんですけど、絵が26億円で落札されてしまうような日本を代表する現代美術家の方なんですけど、2019年に奈良さんにヨルダンのシリア難民キャンプ訪れてもらって、体験や感じたことを発信していただきました。奈良さんツイッター20万人ぐらいフォロワーがいるんですけど、あとはトークイベントとかで発信して、全然人道支援に興味が持ってないけど奈良さんファンだよって人に難民を身近に感じてもらえるようなイベントをしました。であとはですね、例えばこれは災害時のメディア連携、災害時メディア連携なんですけど、災害が起こった時に命を守るっていう目的は同じなので、メディアともっと連携できるのではないかということで、情報をどう発信していったら良いのかっていうイベントを開催したり、その教訓を生かしてメディアと一緒に被災地に入ってモニタリングしたり、記事、ここ NHK の日曜討論なんですけど、これ JPF の NGO20 メンバーでもある柴田ですけど、NHK の日曜討論で NGO の支援の知見を共有したりしました。これ災害時のメディア連携ですね。あとは、コロナ禍でジャーナリストやお医者さんとか看護師さんと連携して医療現場の声を届けるオンラインイベントをしたりもしました。でですね、そして今回のイベントも村尾さん、それから飛び立ての、2人、それから今参加してくださっている国際協力をキャリアに目指す皆さんにもぜひ関わっていただきたい連携イベントだと思ってます。NGO2030 の活動そのものが広報の仕事をしている私としてもとても意義深い連携と思って関わらせていただいています。はい、ちょっと駆け足でしたが、JPF と私のキャリアについてお話しさせていただきました。今日ご参加の皆さんにもこれから国際協力のお仕事に関わる方たくさんいらっしゃると思います。で広報の仕事を目指すことはもちろん嬉しいですし、社会を巻き込むためには現場だけでなくて広報やメディアと一緒にお仕事をしていくっていう、いろんな人と連携していくっていうことが大事だっていうのは頭の片隅に残ってくれたらとても嬉しいです。はい、それではですね、お待たせいたしました、ニュースゼロの、元メインキャスター、現在関西学院大学教授のでですね、JPF 顧問でもある村尾信孝さんにお話を
伺っていきたいと思います、うん、まず村尾さんのソロトークとそれに続くあのオープントークのイメージっていうのを皆さんとシェアさせてください。はい、こんな感じですね。村尾さんのお話の後にあの飛び立て留学ジャパンの、お二人に登場していただきますが、3人のお話に参加者の皆さんがいるっていう感じで皆さんと共にお話を進めていきたいなと思ってます。今日参加している、NGO2030 メンバーも途中で乱入するかもしれません。で事前に、そうですね、コロナ禍だからできることって何とか、社会貢献の道に進みたいけどキャリアどう進めたらいいのとか、あの多くの質問を本当いただいてます。なのでそれに答えられるようにあの登壇者みんなで打ち合わせしてますけど、3人から皆さんに振ることもあると思いますので、ぜひ自由に発言してくださいと言われても結構ハードル高いと思うんですけど、タイミングが難しければあの手を挙げる機能ありますよね。手を挙げていただいて、ぜひあのこちらで気づかせていただきたいと思います。またですね、あの下のチャット欄にあの質問を入れていただいても大丈夫ですので、あの時間が許す限りお答えしていきたいと思います。はい、それではお待たせいたしました。村尾さん、お話楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんばんは、村尾信孝です。はい、よろしくお願いします。あの私こういうオンラインで、まあ、お話しするっていうのは、まあ、最近増えてきましたけどまだまだ初心者ですから、まあ、ちょっとそこら辺はあのお許しいただいて、まずは私の話を聞いていただきたいと思いますが、今あの高杉さんからあのいろいろお話がありました。あの私そのお話を聞いてて、思い出したのは、私が学生時代、もう今から40年以上前になりますけれども、その時私が過ごした学校、それから友達を思い浮かべてみると、そんなにその公のことについて関心を持ってるとか、公的部門で働きたいという思ってた人は、少なかったように思います。ただ最近私も今漢学の先生をやっていて、学生の皆さんといろいろ話をしていると、本当にその私はその、まあ、国際貢献に関わる仕事がしたいとか、公の要するに人々のために役立ち、そんな仕事をしたいという人が本当に増えてきたというのを実感しています。まあ、私も学校を出てから実はあの大蔵省、今でいうと財務省ですが、あんまりあの評判は良くないんですけどもね、皆さん方の。だけどまあそこに一応入って、まあ、公の仕事をずっとやってきました。私は官僚生活が24年、それからニュースゼロのキャスターが12年、それからあの、まあ、大学の先生はやっておりましたけれども、まあ、そんな仕事です。それでですね、今あの高杉さんからジャパンプラットフォームのことがちょっとありましたので、ちょっとこれについて説明させていただきたいと思いますが、実は私は1998年からあの当時大蔵省の主計局で主計官をやっていました。主計官というのは、まあ、あの相手省庁、まあ、予算の要求官庁からいろんな要求を受けて、まあ、大蔵省の主計局がそれを査定しながら予算を作っていくという、まあ、そこの、まあ、第一線に立つのが主計官なんですけども、私はちょうど外務省と今の経済産業省、通産省の担当の主計官でした。で私もですね、国際協力の必要性、当時日本は ODA 海外経済協力の援助に1兆円ぐらいの、税金を使ってたんですね。今はもうだいぶ、それ半分に減っちゃいましたけれども、とで私はそのやっぱり日本の納税者の税金が国際貢献でちゃんと使われるためには、やっぱり顔の見える支援、本当に日本人が世界へ出かけていってそこで役に立ってるんだっていう、その顔の見える海外支援とかできないのかなってことを、まあ、主計官になってから考え始めました。でちょうどその時に実は私緒方貞子さんが国連高等弁務官事務所弁務官だった緒方さんがインターナショナルヘラルドトリビューン
というあの雑誌にあの新聞にですね、もう少しこう政府だとか企業がこう歩調を揃えていろんなことをできないかというような提言をの記事を出されていて、私はまあそれを読んだこともあって、実はあの外務省の皆さんも私たち納税者の税金がどういう形で、海外に役立っているんだ、海外の人々があこれは日本の納税者の方々の税金なんだ、日本人が実際そこの現地へ来て仕事をしてくれれば本当に日本の方々に助けてもらっているという気持ちを持てるだろう、だからそういう税金の使い方をしたらいいなと思っていました。でそういう時にたまたまあのピースウィンズジャパンの大西健介さん、僕は全くあの面識も見識もその当時はなかったんですが、あの彼がやっぱり海外で、クルド自治区でですね、活動をしていて、やはり資金が足りないということで、まあ、企業を訪問しながら資金援助を求めているという記事を読んだんですね。でそれを着て私が、まあ、一つのアイデアとして、例えばあの日本の NGO の皆さんが本当に現地で活躍してもらえれば、これはあの顔の見える支援になるし、じゃあ NGO の皆さん、ただその NGO の皆さんはやっぱりお金が足りないと言っている、じゃあ外務省にの国費をですね、私たちの税金を NGO の人たちと一緒に協力して出し合ったらどうか。それからもう一つあの目を広げて、あの視野を広げてみると、この企業、日本の企業もですね、やっぱ世界に対していいパブリックイメージを出したいと思っているに違いない。そうすると企業の支援も受けて、要するに外務省と経済界とそれから日本の NGO の皆さんが一つの同じプラットフォームの上に、一つの船に乗っかってそこで海外支援をしていく、まあ、そんなことができたら、外務省もハッピー、 NGO の皆さんもハッピー、経済界もハッピーじゃないかということで、まあ、実は本当はあの主計局というのはアイデアを相手省庁に投げる省庁ではない、役所ではないんですけれども、相手からのアイデアをとにかくこう厳しい査定で切っていくっていうのが私の仕事だったんですが、逆に外務省に実はこういうアイデアで一つのスキーム、仕組みを作ったら非常にいいと思うけども考えてみてくれませんかということで投げて、それで大西さんともお話をしたり、経団連の方ともお話をして、できたのがジャパンプラットフォームということになりました。で実は尾形貞子さんもこのジャパンプラットフォーム非常に評価していただいて、私ちょうどその時、まあ、今もそうかもしれませんが、青山に国連高等難民弁務官の事務所がありまして、そこに尾形さんが来られた時に、まあ、ちょっと村尾さんに一回お会いしたいと言ってですね、尾形さんとまあ、私がその青山の事務所に出向いて、まあ、私の意図を説明し、尾形さんも非常にいいものができて期待しているというようなことを、まあ、おっしゃってくいただいたのがまだ記憶には残ってますけれども、まあ、そういうような経緯でできて、まあ、その JPF がですね、本当に高杉さんはじめ有志の皆さんが集まってもう20年、こう続いているというのは本当に私としてもですね、感慨深いものがあります。でそういうその JPF を作ってから、私さらにだん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 思いが強くなってきたのは、やはり日本という社会をこれから考えていくためには私は行政が長かったんですが、官庁だけではとても無理じゃないか、それから民間企業でも無理じゃないか、やはり健全な市民社会というものが育っていかないと、これからの日本社会良くならないんじゃないかという思いがだんだん強くなってきました。それで私は霞が関の役人をやっている傍らで、実は市民活動の団体、その時私がつけた名前がホワイノットっていう、ホワイノット、なぜできないの、みんなでやってみようよと、そういう意味を込めてホワイノットという、まあ、市民の皆さん一人一人の力で社会を変えていこうというような団体を作りました。で私がいろいろ市民の皆さんに呼びかけても、まあ私一人ではそんなことはできないだとか、まあ市民が一人でいろいろやっても無理じゃないのっていう人が多かったんですけれども、まあ、なんとかいろんな人に会いながらですね、私が考えたのは、じゃあ市民の皆さんに一回成功体験、
を持ってもらうと、やっぱり市民の皆さんもだん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 自信が湧いてくるんじゃないかと思って、私が考えたのは、選挙公約は政治家、政党が作るんではなくて、市民自ら作って、それを立候補している政治家に突きつけて、その政治家が私たちが作った選挙公約、これに全面的に同意するというサインをもらったら、その立候補者に投票しよう、そういう運動をですね、実は20年前にやり始めました。例えばですね、私たち政党の選挙公約を見てても、これを受け身に受け取るんですね。まあこんなことはこの言ってるけれどもできっこないやとか思ってる。だけど私たちは身近なところで、例えば市役所の窓口をもう少しみんな帰りが遅いんだから夜8時まで開いてほしいとか、あるいは公立の図書館の開館時間を夜10時まで開いてほしいとか、市民の皆さんいろんなニーズがあると思います。それを市民の皆さんが集まって、それを一つ政治家に突きつける選挙公約ですね、政治家が作るんじゃなくて有権者が作る選挙公約を政治家に突きつけて、それに投票して、もしその政治家が当選してですね、私たちが作った選挙公約を実際住民の役所が実行し始めたら、あ、これは私たちの力で行政も動いていくんじゃないか、そういうような成功体験を持ってもらおうと思って実はやりました。で、当時いくつかの地域の住民の皆さんも参加していただいて、そういう試みをしたんですが、なかなかうまくはいきませんでした。というように、やはり私は市民の力、これはどんどん必要だし、それをどうにかして私力にしたいなというふうに思っていました。たまたまその時に、私前、三重県庁に地方公務員として勤めていたんですけれども、そこの知事さんがもう選挙には出ないということになって、三重県の方々から、村尾さん、ちょっとじゃあそんなに住民主導で市民主導で地域を動かすことって言うんだったら、三重県で一回やってみたらどうだっていう話があって、私はそれを受けてですね、役所を飛び出して三重県の知事選挙に立候補しました。その時はとにかく既存の政党と組むと、いろんなしがらみがつくと思って、全て既存の政党からの誘いは断って、純粋無党派という形で、選挙に出て、ものの見事落選いたしました。退職金は1480万円いただきましたが、それ全部ゼロになってしまってですね、本当にもうこれからどうしようかと、思いました。ただその時に、選挙で手伝ってくれた人が、そんなに住民の皆さんと一緒に地域や町を変えたいというのであれば、メディアで、発言したらどうかということで、ちょっと知り合いの方に紹介していただいて、たまたまテレビ番組のコメンテーターに出させていただいたのがきっかけで、テレビとのつながりができました。そうしているうちに、2006年に、日本テレビの担当者の方から、若い人が見るニュースを作りたいと、どうですかって言うから、もう本当私はもう大賛成だと。私が選挙に出た時も若い人は本当に投票にも行ってくれなくて、若い人の意見が本当に反映されてるとは思えない、だから若い人に問題意識を持ってもらうためにも、若い人のニュース番組を私ももし協力して一緒に作らせていただきたいということで、それができたのは、できたのが実はニュースゼロでありました。当時私はですね、もう年齢も50歳になってました。それからあんまり評判の良くない財務省の出身者でもあります。それから選挙で落ちてます。こんなおじさんがですね、テレビの画面の真ん中でいろんなこと言っても若い人は決してチャンネルを回してくれない、そういう弱音を僕はちょっと日テレの担当者に言ったら、いや、そんなことは村尾さんに言われなくても重々分かってますと。だから村尾さんの隣には、もうちょっと今はもう残念ながらお亡くなりになりましたけども、小林真央さんをつけますとか、月曜日の夜には嵐の桜井翔さんをつけます、そういうように村尾さんの周りには大きな浮き袋をいっぱいつけるから、それでもって若い人のためのニュースを作りましょうと言って始まったのが実はニュースゼロでありました。で、ここで一つですね、私がどういう気持ちでニュースゼロをやっていたのか、で、これはぜひ皆さん方にも分かってほしい、若い人に分かってほしいと思うんですが、実は私は
この日本を動かしているのは政治家でも、まあ、役人でも、それから、まあ、大企業でもなくて、テレビをご覧になっている視聴者一人一人が日本を動かす究極の権力者だということを、まあ、知っていただきたいと思って、キャスターをやりました。日本は皆さんご存知のように投票権、投票用紙、有権者による投票で政党が選べますと同時に、皆さん方のお財布の中にある日本銀行券、お札ですね、お札によっても社会を動かすことができるんです。例えば今地球温暖化、これがもう本当大変なことになってますが、今電気を起こすのは例えば石油だとか石炭、天然ガスを燃やして、まあ、火力発電ですね、それで発電をしたり、あるいは原発で発電をしたり、太陽光や風力発電、それでもって発電をしたり、再生可能エネルギーで発電をしたりしてる。で、本当に日本の消費者が地球温暖化のことが心配で、まあ、原子力にもついてもちょっと不安があるなと、だから再生可能エネルギーを使っている電力会社から電力を買いたいなと思ったら、今の日本は小売電力の全面自由化になってますから、消費者の皆さんは自由に電力会社を選べるんですね。ですから皆さん方の財布の中にある日銀券を再生可能エネルギーで起こしている電力会社に投票すれば、すなわちその電力会社と契約をすれば、それで再生可能エネルギーがどんどん増える。企業はですね、お客様は神様ですから、お客様のニーズによってどん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 自分の色も何も変えていきます。だから皆さん方が再生可能エネルギーがいいと思ったら、自分の日銀券をそういうところに投票する、それを買う。つまりショッピング、買い物というのは日銀券による投票行為なんです。だから例えば女性の皆さんに対して優しい企業、ちゃんと保育環境、保育所の設備もちゃんとされている企業、そういう企業が作っている製品、サービス、これがいいなとみんなが思ってその会社のものを買う。つまり皆さん方がお持ちの日銀券で投票する。そういうことにして世の中はだん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 再生可能エネルギーが増えていったり、女性に優しい職場が増えていく。日本という国は有権者による投票用紙と消費者による日銀券、この2つでもって動いていく。つまり今この画面をご覧になっている皆さん方が究極の権力者であって、皆さん方は投票用紙と日銀券、2つのツールでいかようにも世の中を変えられる。これが日本という国家の基本的な成り立ち、まあ、日本だけじゃなくて G7 というのはそれを基本理念としています。よく G7 の、コミュニケなんかを見ると、我々の基本的な価値というのは民主主義、市場経済ということがその共同コミュニケによく書いてあります。民主主義っていうのは有権者の投票によって政治が決まる。市場経済っていうのは消費者主権、消費者の行動によって社会が決まってくる。だからこういうものを使って日本を変えていく。つまり市民の皆さんが一番力を持ってるんだってことを私は自覚していただきたいと思って、ゼロ、まあ、12年間ずっとその信念を持ってやってきました。そういう意味では皆さん方がまずはとにかく社会を変える力を持っているということを本当に自覚していただきたいと思います。まあ、そういう中で私がこのコロナのステイホームの中でちょっと考えたことっていうことをお話しさせていただきたいと思いますが、このタイトルにもありましたけれども、まあ、コロナ禍だからこそできることですか。で、私はまさに今このなんて言いますかね、対談、このオンラインでの対談がコロナ禍だからこそできたというふうに私は思っていて、もしこのコロナなかりせば多分こんなにズームだとかこういうものを使いながら皆さんと意見交換しようとする発想もなかったでしょうし、まあ限られた場所で限られた人数の皆さん、たまたまその時間にこの会合に参加することができた皆さんとだけしかいろんな話はできなかったのが、今コロナ禍で、リモートというものがいやおうなく持ち込まれてきて、でそれを私たちはうまく活用しながらこうして皆さんと自由に意見交換ができるようになったというのは、私はやっぱりこれはまた非常に画期的なことであって、コロナのいろんなマイナス面を指摘すれば、
あのいろいろあること、それはもう皆さん方ご承知でしょうけれども、逆にだけどコロナというピンチをチャンスに変えていく、まあ、これも私は一つの大きなツールになっていて、こうやって皆さんと意見交換できる、これも一つコロナがもたらしてくれた、まあ、あのポジティブな、ね意味でこれはすごいことだというふうに私は非常に思っています。でこういう中で実は私はステイホーム、最近はまたほとんど家にいるんですけれども、その中でやっぱり体がですねなまるといかんと思って、実はこちらに持ってきましたけれども、こういったローラーですね、ローラーでもってこうグリ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 こう体をこうやってるんですよ、やってるんですが、皆さんこのローラー、これ図形としてはこれ何だと思います？これ円柱ですよね。そうそう、円柱ですよね。だけど皆さんこの円柱なんだけど、これをこう見ると何に見えます？これ丸ですよね。円、丸です、ね。円です、円ですね。じゃあこれをこう描くとどう見えます？これ長方形です。長方形。この円柱なんだけど、見る視点によって丸に見えたり長方形にも見える。つまり世の中というのは、私もニュース番組で、まあ、キャスターをやっていて本当に思うのは、例えば NHK が言うこと、日本テレビが言うこと、テレビ朝日が言うこと、フジテレビが言うこと、みんな違ったこと言うんです。でそれは何もフェイクを言ってるわけじゃみんなない。やっぱりみんなはそれぞれ見たこと感じたことを言ってるんだ、真実だと思って言ってるんだけども、どうしてその事件の風景が報道する側によって違うかというと、視点が違うからなんですね。視点が違うといかようにでも見える。このコロナについても一つの視点で、あまりネガティブな視点に立ってずっと見てるとやっぱり気分もめいってくるし、いろんなアイデアも浮かばない。つまりいろんな見方を、いろんな人の見方を自分の中で咀嚼しながら、コロナといったってこういう見方もあるじゃないか、あるいはこういう見方もあるじゃないか、そういうことをぜひ皆さん方このコロナの中で、学んでいただきたい。だから皆さん方は世界が今どう動いてるのかっていうことを、まあ、いろんなメディアを通して知ってるでしょうけども、決して一つのメディアを流してることだけを見るのは非常に危険で、それはいろんなテレビ局、いろんな新聞社、できれば海外のメディアがどう伝えてるかも含めて、そういう重層的なものの見方を、まあ、していただくとものすごく私はありがたいと思います。それからこのコロナというのは今のニュースで見るとですね、もうとにかく飲食業が大変です、あるいは観光業の皆さんが大変です、もう本当に大変だと思います。大変だと思ってみんなでこれからどうにかしなくちゃいけないなかと思って、そういう議論があるのは本当に分かりますが、大変なところがある一方で、これ先ほどのローラーじゃないけども見方を変えると、今どん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 既成秩序が崩れていってるんです。今までちゃんとした社会の基盤の中で過ごしてきた人の生活が崩れていく。そこは何とかしてでも助けていかなくちゃいけない一方で、その裏では新しい芽がどんどん出てくる可能性がいっぱい、広がっていると皆さん方にはぜひ捉えていただきたいと思います。私の人生、まあ、60年余りの人生を見てても、学生時代に盛んだった企業が今はもう名も形もなくなってるし、私が学生時代の時にはもうアップルもグーグルもアマゾンも全く存在もしませんでした。それが今やこういうことになっている。だから皆さん方も今の現状を見て、現状の中で選択肢を考えるというのも一つの、それは選択肢だと思いますけれども、これから世の中は諸行無常、どん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 変化していきますから、その可能性にかけるというのも私は非常に重要だという気がいたします。世界の人口、まあこれ70億人以上いますけれども、例えば世界の人口を100人と仮定した場合に、日本の人口今1億2000万人ぐらいですが、これは世界の人口を100人とするとですね、日本の人口大体 1.7 人なんです。で今留学を考えている皆さん、
あの世界に飛び立とうと思っている皆さん、本当に私はそれは正しい選択だと思いますが、もう 1.7 人の世界だけで、収まっていてはやっぱりいけない。あの日本列島の外には残り98人の人たちが暮らしています。だからいろんなアイデア、いろんなコミュニケーション、ビジネス含めても、とにかく 1.7 の中で、自分の人生を考えるのではなくて、残り98人の人々とどういうコミュニケーションを取っていきながら自分の人生を考えてみるか。もうとにかくグローバルの視野な視野で物事を考えることが、まあ、これから必須になってくる。だから私はむしろ若い人の皆さんにとってはこれからがチャンスではないかという気がいたします。海外に出ていく、それから今まで作ってきた秩序が壊れて、皆さん方のいろんな無限の可能性を試すことができる、そういうチャンスが開かれていると考えて、もらって、いいと思います。私あのコロナの中で、まあ、これから世界を目指す、あるいは NGO で働きたい、諸外国の人と連携して働きたいと思っている人に、ちょっと一つ私の懸念材料を言っておきたいと思うんですけれども、それはちょうどですね、2009年の国会で、当時の総理大臣は麻生太郎さんでした。麻生さん今財務大臣ですが、麻生さんが総理だった頃、2009年の1月の施政方針演説で麻生さんはこういうこと言ってるんです。私たちは2009年の大恐慌、この教訓を忘れてはいけませんと彼は言ってるんですね。で、世界は大恐慌が始まった後にですね、何が起こったかというと、それぞれの国が自国優先、自分の国だけ助かればいいという自国優先主義に陥って、どんどん保護主義っていうのは、自分の国の労働者だとか企業を守るために、まあ、例えば海外からの製品を締め出したり、海外からの移民を締め出す、要するに自国優先の保護主義、これが世界に蔓延して、結局世界貿易は縮小し、第二次世界大戦につながりましたと。で、私たちはその過ちを繰り返してはいけませんというようなことを彼は2009年に言ったんです。で、実は彼はそれを言った背景がありまして、2008年にはまあ、皆さんの中には記憶に残っている人もいるかもしれませんが、リーマンショックという大きな不況が来ました。で、リーマンショック、やはり、コロナよりは私はひどくはなかったと思いますが、とにかくこのリーマンショックの不況の時に、私もニュースゼロのキャスターとしてニューヨークに行き、ニューヨークのウォール街でいろんな取材をしましたけれども、私の脳裏にもあのリーマンショックの時に1929年の到来、それから第二次世界大戦、1929年の大恐慌から第二次大戦が起こったのは1939年でしたから、10年間の間で戦争まで行っちゃったんですね。だから私もリーマンショックの時に、そうならないようにとにかく自国中心じゃなくて国際協調、それから 他の国の人を排除するんじゃなくて寛容性を持って多様な社会を認め合う、そういうようなことをしないと戦争の目を積むことはできないということを強く感じましたが、もう今のコロナショックの時にもまさしくそのことを思い出します。今私は全国どこでも村尾塾というのをやっていて、高校からお呼びがかかれば、まあ言ってみればボランティアで、その高校に出向いていって高校生の皆さんにお話をしてるんですけれども、今のこの話もしています。だからとにかく自分さえ助かればいいとか、そういうことではなくて、他人と協調してやっていかなくちゃダメだということが、まあこれもう私は今のコロナショックというのは1929年の大恐慌を上回るかもしれないほどの大きなインパクトをもたらすかもしれないというふうに私は非常に危惧しています。まあ私の心配が急に終わればいいんですけれども、まあ、その時にそれぞれの国々が孤立主義にならないように、皆さん方のようにですね、広く留学して、世界を知りたい、世界の人々と連携して友達になりたいと思っている、そういう精神は非常に私は貴重だと思います。だからこれから皆さん方にぜひ持っていただきたいのは、日本人だけがいいとかそういうことではなくて、とにかく多様性、
異なるものを退けるのではなくて、異なるものだからこそ受け入れて、そこで協調を図っていく、そういう精神がこれからとても大切になってくる。そういうふうに思っているときに、高杉さんからこういうお話をいただいて、留学に関心を持っている若い人たちがいっぱいいるところでぜひ話をしてほしい。もう私も喜んでですね、そういう皆さんのようなあの心を世界に開いて、世界の中で貢献していきたいと思っている人々が、あのそれは自分の皆さんのキャリアを形作るだけではなくて、私はあのまたあの悲惨な戦争を防ぐためにも、そういう皆さん方のような方々がぜひ世界に飛び立っていってあの活躍していただきたいということを私はまあ非常に、思って、います。あとですね、いろんなこれからキャリアをどう積んでいけばいいのかっていうような若い人たちがたくさんいるという話も聞きました。ちょっとこれについてちょっと個人的な意見を言わせていただくとですね、あのね、若い時にそんな自分の将来なんかとてもじゃないけど見渡せません。想定できませんよ。私もですね、公務員に、学校を出るときには公務員になりたいなと思ってましたけども、まさか自分が例えば選挙に出たり、あるいはテレビのキャスターになってなんていうことは、もう本当予想にもしていませんでした。テレビのキャスターというのは、私は40歳でも45歳でも私はそんなことは思いもよらなかったです。だからなんというかな、皆さん方いろんなこれから未来に対して希望なり抱負を持つのはいいけれども、その何も一つのキャリアコースがあるわけではなくて、例えば先ほどの高杉さんのお話を聞いていても、全く彼女は彼女で出版社に勤めてみたり、象の写真を見たり、いろんなことをしながらどんどん変わっていくわけです。世の中も諸行無常ですけど、私たちの人生も諸行無常、何があるかわからない。人間万事塞翁が馬なんですよね。だからもちろん夢を持つのはいい、希望を持つのはいいけれども、それにとらわれるとかえっておかしくなります。だから結果的にキャリアパスっていうのは形成されてくるもので、あらかじめキャリア パスを決めても、それはほとんどの人が達成できていないと思います。だったら皆さん今の若い時に何をやったらいいかというと、私は好きなこと、自分がこれに打ち込んでれば時間が経つのも忘れる、そういったものを早く見つけてほしいと思います。例えば海外の人たちと仲良くいろんなことをやりたい、それから海外で困っている人を助けに来たいとかですね、とにかく自分のキャリアだとか社会からどうだとか、社会な立場の今こそコロナ禍の今だからこそ、外に目を向けるのももちろんいいんですけども、自分の心の中にもう一回目を向けてほしいんです。で、自分の心は一体何をやりたいと思ってるのか、何をやってる時が時間の経つのを忘れるのか、そこをもう一回コロナ禍の今だからこそステイホームで自分の心の内を探ってほしいんです。で、自分の心の声を聞いてほしいんです。で、私も考えてみれば、職業は役人やったり、選挙に出たり、失業したり、それからキャスターになったりしましたけれども、変わってないのはやっぱり、なんか公のために、若い人の皆さんの役に立ちたいという、その一心だけは変わらずに持っていましたから、なんとかなったと思うんですけれども、そのように、皆さん方、これから世の中も変わるし、環境も変わる。だから、キャリアパス、キャリアコースというような、こうやってっていう階段を考えるのはいいけど、100% 外れますから、それについていちいち失望したり、希望を失ってみたことなく、むしろその時々一生懸命やっていくことを、言ったことを、その時々の時点でつなぎ合わせてみる。そういう、スティーブ・ジョブズさんがあれ、スタンフォード大学の卒業式かなんかに、そんなようなことをちらっとおっしゃってましたけども、私もその通りだと思います。
人間やっぱり未来を見通せない、だけどそれぞれの若い時に一生懸命やってきたその経験なり実績を将来の時点でうまく有機的につなぎ合わせていけるもの、それが多分なんか成功していくものだという気がいたします。まあ、私がコロナの中でいろいろ考えているのはそういうことなんですが、まあ、今度アメリカもですね、先ほどの話にちょっと戻れば自国優先主義アメリカファーストを言っていた、まあ、トランプ大統領が敗れて、まあ、国際協調を標榜しているバイデンさんになりました。まあ、私はそれは良かったことだと思いますけれども、もう皆さん方もやはり、寛容性のある心、多様性のある社会、それを広く認識していっていただきたいと思います。それから今もこの画面に女性の方が映っていますが、日本の女性の皆さんにはもう本当にこれから活躍してほしいと思います。本当に諸外国、まあ皆さん方外国行けば分かりますけれども、本当に女性の皆さんが活躍しています。まあ、コロナの下でもですね、私もこの間ちょっとテレビ番組でも言ったんですが、コロナで非常に成功している例として台湾やニュージーランドがありますが、台湾やニュージーランドのトップは女性の皆さんです。蔡英文総統、それからアーデーン首相、女性です。で、そのことよりも私が注目したのは台湾、ニュージーランドそれぞれの立法府、議会に占める国会議員に占める女性議員の割合です。4割いってます。で、これは G7 のどの国より G7、まあ、台湾もニュージーランドも G7 に入ってませんけども、その G7 諸国よりも高い。つまり女性の皆さんが4割ほどいる、そういうところからはやっぱり優秀であれば女性の皆さんでもトップになり、あれだけ優秀なコロナの感染対策ができるわけです。日本はですね、衆議院議員の中で女性の衆議院議員の割合は 9.9% しかいません。これは世界でいうと160何番目ぐらいなんですね。で、先ほども言ったような多様性のある社会でないといろんな知恵も生まれてこないし、いろんな実力も生まれてこない。そういう意味では、まあ、日本の女性の皆さんがもう本当に活躍してほしいということを、まあ、切に、希望しています。若い人を見てもですね、例えばパキスタンのマララ・ユスフサイさん、あの人も本当に若いのにもうノーベル平和賞をもらった。彼女も女性だし、先ほど高杉さんも名前を挙げましたが、スウェーデンのグレータ・トンベリさん、彼女も女性です。こうやっていろんな方々が声を上げている。ぜひ日本の若い女性の皆さんも社会に羽ばたいてほしいということを思っています。まあ私の話はちょっとこれぐらいにしてですね、まずは若き、2人の若い人たちとこれからフリートークしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、村尾さんありがとうございます。素晴らしいお話ありがとうございました。私も30代半ばで無職になるぞと脅されながら留学してですね、その後日曜で働くと思いませんでした。でもね、12歳の時に思ったことが今につながっていると自分の中でなんか納得感があったりするので、結構初めに思ってたことっていうのはすごく真実があるのかなって思いました。村さんのその日銀券東北券のお話ありましたけど、市民の力で動かすというところ村さんずっと一貫されてるなと改めて思いました。はい、ここからですねオープントークということで飛び立てのお二人に登場していただきます。伊藤さん林さんそれぞれですね村尾さんのお話の感想とか質問などとともに自己紹介お願いします。まずは、株式会社糸花子 CEO デザイナーの伊達文香さんよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。村尾さん貴重なお話ありがとうございました。声聞こえてますでしょうか。はい、はい、聞こえます。あ、はい、すいません、なんか画面と、音声がちょっと出るところが違うんですが、まず、はい、このような場を
いただいてありがとうございます。村尾さんのお話を聞いてですね、公の役に立ちたいという変わらない部分というのが非常に印象的でした。B 級キャスターというその著書の拝読させていただいたんですけども、なんかそれをこう読ませていただく中で、何かこう村尾さんの中ですごいこう大きな、なんて言うんでしょう、自分がこう例えば日本の首相になるだったりとか、そういうことではなく、なんかこう常に社会とご自分をこう俯瞰的に捉えて、なんかその置かれた立場で世の中を良くしたいっていう、こう信念に従ってこうベストを常々にこう尽くされてるっていうのがすごく印象的で、なんかこう、はい、そのパワフルでいらっしゃるのに、なんかこう自然体のような感じを受けて、なんかすごくそれがとても自分のこう働きたい姿だなというところとも重なって、はい、でそこでですね、こうまあ、この後のフリートークでのご質問にもつながるんですけれども、なんかこうそういう姿勢っていうのはこうどこから来ているのかなっていうのがですね、すごく素朴な疑問なんですけども、その日本を変えるプラン B っていう著書のご紹介のところでも、こう従来の延長線上にあるプラン A じゃなくて別の発想に立つプラン B が重要になるっていうふうにおっしゃってるかと思うんですけど、なんかこう言葉では私も理解できるんですけども、常々それをこう自分の思考の中でやるっていうのはすごく難しいなと思っていて、そのまあ、先ほどの質問と同じようなものなんですけども、そうどうやいうこうなんて言うんでしょうか、プロセスを経てそういった視点に至られているのかっていうところが、すごくお聞きしてみたいなと思っているところです。ですいません、はい、もう本当に村尾さんの質問だけで自分のこう時間がですね終わってしまいそうなんですけども、お前は何者なんだっていうものがあるかと思うので、ちょっとですね画面をすごく簡単にシェアさせていただいて、ちょっとお話しさせていただければと思います。すいません、皆様申し遅れました。糸話の伊達と申します。私はですね奈良県に生まれまして、村尾さん の三重県にいらっしゃった時に柿の葉寿司がお好きだったっていうのを読みしたんですけど、はい、そのまさに柿の葉寿司を作っている奈良県の五條市生まれです。はい、で大学院生の時に飛び立て2期生としてインドに留学しまして、大学院の時に個人事業として開業しています。専門は心理学だったんですが、キャリアパスがすごく変わって、今はですねアパレルの事業をやっています。私たち糸話は作る人と使う人の暮らしが豊かになる社会をというのをスローガンに掲げて、こう刺繍っていうものにすごく愛情を注いでやっているんですが、この刺繍のいいところはですね、なんかこうその土地土地の文化や伝統をすごく反映しているにもかかわらず、針と糸さえあれば誰でもどこでもできるので、こうどんなに裕福な人でも貧しい人でもフラットに取り組めるっていうところにすごく面白みを感じています。でさらに世界中に残っているので、こうインドというのが今キーワードではあるんですけど、他の地域でもこう展開していけるんじゃないかというところにですねすごく可能性を感じていて、その世界中の途上国でその土地土地の文化と伝統を反映した刺繍を使った事業っていうのをその土地の人たちと作るということを、私たち糸話では取り組んでいます。で会社のスローガンがですね非効率を愛するというので、刺繍っていうのはですね本当に効率化できない部分があるんですけども、もちろん大企業さんのようなこう管理の効率化できる部分は学びつつ、その非効率だから排除するわけではない、こう村尾さんがおっしゃっていたその別の見方をしてみるっていうところをですねまさにこう実践していこうとしている4年目の授業になります。はい、今日は皆様といろんなお話ができればと思っています。よろしくお願いします。はい、伊達さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。効率を愛するってなんかグッときますね。ありがとうございます。はい、それではですね続けて NPO 法人ウェルジー PR 部統括の林翔平さんお願いします。はい、今日本当に貴重なお時間いただきありがとうございます。村尾さんの話を伺いながらすごくこうかなりこう同じね若い時にこう将来分かりませんっていう話だったりとか、すごくこう視点を変えた時にむしろこう危機と思われたことがチャンスになるっていうことだったりとか、すごくポジティブなこうメッセージを受け取ったっていうふうな印象があって、こう私自身もやっぱりこうどうしても一面事実に対する一面的なこう見方
に陥ってしまうこともあるんですけども、もう少しこう視点を広げたときに、それってもしかしたらこう強みになったりとかチャンスになるよねってことはすごく改めて思い返しました。で、そうですね、すごくあの村尾さんに伺いたいこともたくさんあるんですけども、一度私の方の自己紹介をした上で、はい、あのさっきのあの、はい、伊達さんの質問だったりとかをこう踏まえてこうあのお話しできればと思います。ちょっと簡単に言ってします。私自身あのそうです、ね、NPO 法人ウェルジーの、PR 部の統括をしております林翔平と申します。文字がちょっと小さいので文字に画面しますね。で、私そうですね、あの簡単に NPO 法人ウェルジーという団体の概要をお伝えすると、私たちは、日本に逃れてきた難民の方々と共にあの活動している団体です。で、日本のすごく厳しい難民認定の中で、こう難民の方一人一人がキャリアだったりとか人生の目標を追求できる道筋っていうのをいろんなアクターの方と共同して目指していると。で、主事業としては難民の方々が、日本の企業に、就職をして、そこからそのあの彼らが難民認定に頼らない形で安定した、法的地位だったりとかキャリアパスっていうのを描く、そういったところに伴走している事業を行っています。で、ちょっとあのまた後でも触れるんですけども、私自身あのこの NPO 法人ウェルジーに入って今年で4年目になるんですけども、実はこう新卒であのこう、団体にこうあの参画をしたっていう、まあ、少しこうメジャーではないこうあのキャリアを歩んでいますと。今日はあの皆さんのこう以前のアンケートでもあったんですけども、今後のその国際協力の会や国際協力のキャリアをあのすごくこう悩んでいる方々も多いと思うので、あの本当にこう参考程度に私自身がどうしてこの団体に入っているのかと軽くご紹介をしていただきたいと思います。で、あの先ほどあの村尾さんの話でもあったんですけども、こう本当にもうキャリアっていうこと自体すごくこう私自身もそうですけど、こう戦略的に何かをこう積み立てるというよりも、むしろその時に出会ってきたことだったりとか自分がすごく感動したことにこう沿ったこうなんか人生の中でこう今の自分自身があるというふうに思っています。で、2つ、私自身は2つのこう偶然っていうのがあの今の自分自身のキャリアを作っていると思っていて、1個目がその、あの飛び立て留学ジャパンを経由してその出てきた時に、あ、大丈夫ですかね、にあの出会った方で、私自身その、まあ、シェアハウスにこう生活をしてたんですけども、その、留学初日に出会った方がスウェーデン人じゃなくてこう中東の方で、シリアから来た方でした。で、彼はそのあの2011年の紛争後にあの国から、まあ、命を、からから逃れてきたんですけども、まあ、徒歩でそこまでこう歩いてきたっていう方 で、そうですね、で、そこですごく思ったのが、いろんなことあの友達だったりとか自分自身の逆役だったりとかいろんなものをこうせざるを得なかった彼だったんですけども、すごくこう人としてものすごく優しかったりとか、すごくこう人としての美しさっていうのがあった、そこに自分自身がすごく感動したっていうのがまず一つ目の偶然の出会いでした。で、そこから日本に帰ってきたときに、あの今度は東京でのど真ん中でこう新しい出会いがありました。たまたまその自分が、の同級生だった同級生があのベルジーにもともと活動していて、新しく難民の関係のシェルターやるんだけど一室余ってると、で、あなたその難民の人と暮らしたことあるでしょということで、あのたまたまこう同居人として呼ばれたっていうのがあの一番の接点でした、あの接点のきっかけでした。その時にすごくこうあの13名 の方、いろんなこうあのこう背景を持った方だとあの出会ったんですけども、彼らとの出会いっていうのが私のこう人生をすごく大きく、影響しました。で、すごくあのさっき村尾さんの話を伺いながら、日本っていう国がすごく民主主義の国で、あの一人一人がこうすごく力があるっていうところをあの伝えていただいたんですけども、難民として逃れてくる方々はあのこう日本の状況というのがものすごく逆で、むしろ民主主義がない独裁国家だったりとかから逃れている方が多かった。その中でもこう自分自身がこう、まあ、国を変えるんだ、本当にこうあの自分自身が、独裁体制の中でも民主主義だったりとか投票の大事さっていうのを訴える活動をしたりとか、自分自身がその少数民族の弾圧の中でもこうその雇用を作るというところであの新しくこう起業したい方だったりとかっていう、ものすごくこう志にあふれた方々が難民として日本に来てた、それがこうあの私のこう、まあ、東京での生活、その中目黒のシェルターで出会った方とのすごく出会いでした。ただそういった方々があの非常にそのこの、まあ、難民認定率が四半世紀以上こう 1% 以下で、非常にこうあの厳しい政府の認定率で、かつそのやっぱりこう社会的な面でもこう言語的な面でも非常にこうあの日本社会とのこうギャップがある方々、アフリカ系だったりとか中東系の方々がすごくこうあのいろんなあの社会的にも制度的にも中腹になってしまっている状況があった。爆弾降ってこないけど人間として生きてる心地がしないっていうようなことをおっしゃってる。
そういった方々のこう状況を見たときに、本当にこうもったいないなと。これだけ志があって、日本社会にすごく価値を生み出す方々が、こう、中腹になっているのってすごくもったいないと。ところで、私自身も、こう、ウェルジーに参画したと。で、ただ、その一方で、本当にこう、今、創業4年目のベンチャーなんですけども、もともとそのお金もなかったし、そのこう、私含めて、職員が全員新卒で始めたっていうところだったので、すごく経験も、専門性も、法人格も、費用もないっていうところから、まさにこうゼロからのスタートっていうところで始まった団体でした。でいろんなこう5年間のこう風邪検証だったりとか、共同を経て、今ようやくその難民の方々の、こう人材紹介だったりとか、その彼らが、その紹介を経て、安定したこうキャリアだったりとか、日本での生活を得るところのサービスを今やっていると。で、少しずつ活動が広がっているんですけども、その中ですごくこう、やっぱり私自身のこうキャリアも振り返るときにこう、すごく、なんだろうな、こう、やっぱ初めからその新卒で NPO なんてこう無理だよとか、お金どうすんのとかっていういろんな批判だったりとかあったし、すごくこう、やっぱり日本ってすごく同質的な社会でもあるので、挑戦する人たちに対する、やっぱりそのこう応援っていうのはなかなかこう難しいと思うんですけども、そういったこうものを超えて、やっぱ自分が好きなことだったりとか、本気でやりたいことっていうのにこう出会うことで、それをこう乗り越えて、一緒に、怖いけどやってみるっていうところ。がすごくこう大事なのかなっていうふうに思っていて、で、そうですね、本当にこう、この参加者の方の中にも、やっぱりこう、ファーストキャリアをどうしようかとか、こう新卒スキップの話だったりとか、すごく周りから言われている方もいると思うんですけども、そこに関して本当にこう自分自身の、やりたいことだったりとか、直感っていうのをすごく大事にしてほしいなっていうふうに思っています。すみません、ちょっとお話長くなってしまったんですけども、簡単に私の、何者かってところでキャリア、話をしました。すみません、以上になります。ありがとうございます。林さん、林さんの原点がたまたま難民だった友人との生の出会いっていうのがすごく素敵だなって思いました。林さんの NGO ウェルジーはですね、新卒採用をしているという貴重な NGO でですね、なかなかないですよね。優秀な人材が集まっていて、NGO2030 メンバーにもウェルジーの渡辺さんっていう一番若いメンバーがいるんですけど、めちゃめちゃ優秀で、年寄りメンバーはいはいって従ってます。はいはい、じゃあですね、それではですね、ここから村尾さん、伊達さん、林さんにバトンタッチしていきます。よろしくお願いします。お願いします。まずあれでした、お二人の話非常に興味深く聞かせていただきましたが、伊達さんから例えばプラン B だとか、そういう視点を変えてみる、うん、どうしてそういうこうと発想ができるんですかというようなご質問が一つありました。で、それは私もうまくどうしてなのかなと自分でも思うんですが、一つ言えるとすれば、まずはとにかく相手の立場に立って考えてみて、自分が相手の立場だったらどう思うのかなということはいつも考えて見た方がいいと思うんですね。私もやっぱりゼロのキャスターの時もそうだったけど、日本はよく戦争の被害者っていうことで、広島や長崎や沖縄でやるけど、一方で日本人っていうのは戦争の加害者でもあったわけで、我々が中国大陸で何をしたのかということを、なかなかメディアってやっぱりそういうことは取り扱わない、視聴者も見たくないと思うかもしれませんけども、私はやっぱり中国の人の立場に立ってみたときに、やっぱり日本人としてどういうふうにすればいいのかな、韓国に行ってどういうふうにすればいいのかな、だから一方的にもう韓国の行ってる人はけしからん、従軍慰安婦もなんだ、徴用の話もだっていうことはよくわかるし、僕はそれを一つのつもりはないけど、どうしてじゃあ彼らや彼女たちが 今でも言い続けているのか、じゃあ日本人の立場を超えて、じゃあ彼らの身になって考えてみたときに、そういう発想をする余裕というか想像力はみんな 見てほしいと思うんです。実は僕は南京 の虐殺記念館というのがあって、そこを一人で私を訪れたことがありました。これはゼロのキャスターの前でしたけども、の時にちょっと南京の知り合いの人がいて、僕に言ったのが、村尾さん、交通事故を仮に交通事故を起こした時に、
交通事故の加害者っていうのはやっぱりその事故のことは忘れたいと思うんですと、うん、ただ被害者も、忘れたいんだけど被害者って忘れられないんですと、うん、でそこは村尾さんも分かってほしいみたいなことはすごく言われて、うん、だからその被害者、うん、自分が被害者に立たされた場合にずっと思うのが、私たちは原爆で言うと被害者です。だからもうずっとそれは広島長崎8月6日8月15日には忘れずに言い続ける被害者です、うん、だけど多分そういうようなことを僕らが大陸でやった時にその被害者の皆さんが今でも言い続けたいと思う気持ちも少しはなんか想像力を持って考えてあげるというようなことをしないと歩み寄れない、うん、でそれはですね、例えばコロナで今たくさんの人が困ってる、だからみんなに一律10万円あげます、それから GoTo トラベルでみんなとにかく旅行行って旅館の人助けてやってください、よくわかります。ただここで僕が必要なのは、じゃあそのお金を負担する人の身になってみたらどう思うだろうか、うん、で今そのコロナの出してお金を出してるのはみんな、これ政府は国債を発行して出してるんです。私は財務省の国債課長をやってましたからよく分かってますが、そうするとそれは国債っていうのは借金ですから、将来若い人たちがその借金の返済で大増税を迫られることになるわけですね。だから将来の若い人たちの負担でもって今10万円を渡したり、GoTo キャンペーンで行ってくださいよと言っているわけです。だから助けられる人は嬉しいし、やってくれって言うんだけど、誰が負担するのか。だから補助金をもらう側は嬉しいけども、その補助金の財源を負担する人の立場も考えてみないとダメじゃないかというふうに、やっぱり両面を持って言わないとなかなかいい政策は取れない。だから今とにかくコロナでものすごい歳出が増えて、異常なこと増えてるんです。税収は55兆しかないのに支出はもう176兆もしてるんですね。そうすると、うん、その借金は全部若い人たちに付け回しになってるわけです。だからそういうところを言うと、なんで村は非常な男だと今こう見ながらだけどそういう一面も考えてやらないとなかなかバランスの取れた、短期は良くても中長期は悲惨な結果になりますからね。だからそういうようにそのプラン B じゃないけれども、先ほど言ったように視点を変えてみる、世の中いろんな立場の人がいるんで、いろんな立場の人に一回なってみる想像力を一回もう自分でも憎たらしいし、こんな人と一緒にいたくないと思っても、一回その人になった時に、なんでこの人はこんなことを俺に言うんだろうと、そこをやっぱり考えてみるだけの余裕が必要かなという気はしますね。なるほど、ありがとうございます、ごめんなさい、そこで質問なんですけども、そういう村尾さんがこう社会に対して考えられていることへの視点っていうのと、なんて言うんでしょう、もう少しこうミクロなところも聞きしてみたいなと思うんですけども、例えばこうご自分のキャリアの判断だったりとか、ご自分の生き方みたいなものに対して判断をされるときっていうのは、やっぱりこう同じような考え方というか思考でご判断されることが多いですか？多いですね。だから、やっぱり、ね、自分の心の中で、何が やりたいのか、何をやってると夢中になれるかっていうのがやっぱり中心ですね。だからそこはそういうことかもしれませんね。そうですよね。ありがとうございます。なんかお話を伺ってて、どうぞ、すみません。ありがとうございます。本当に小村さんのこう他者への想像力というか、だったらこの人だったらこうどう考えるかっていうところの、すごいこうものすごい共感性というか、想像力っていうのがすごくこう感じていて、そういったこう想像力がどこからこう来てるのかっていうところで、例えばそのお話を聞かれたりとか、そこのこうかなりそこのこう視点の切り替えってすごくこう今の参加者の人だったりとか自分自身も大事と思うんですけど、それがどういうふうにこう醸成されたのかだったりとか鍛えられたのかっていうことを伺ってもいいですか？
いや、これもね、本当に、まあ、正直言ってよく分かんないんですが、ただ僕はあの、うん、B 級キャスターという本にも書かせてもらったんですが、まあ、私も原体験といえば小学校の時に、まあ、あのクラスのガキ大将がいたんですよ。まあ、体も大きかったし力も強かったし女の子にもモテたし、でそのガキ大将の僕はあの子分だったんですね。でそのガキ大将と一緒に他の学校行って喧嘩をしたりいろんなことをやってたんだけど、その僕にとってみればスーパーマン的存在だったそのガキ大将が、小学校放課後に僕たちを呼んで、実は私はあの北朝鮮 の、 あの人間なんだということを言って、で、まあ、いろんなところで差別を受けてるというようなことを、まあ、僕らに打ち明けたんですよね。でそれは多分小学校の4年生や5年生 の、 あの小さい時に本当に彼はそういうことにその悩んでいて、僕なんかもう悩みなんかないようなあの超スーパーマン的存在だったのが、非常にその時の彼の顔が苦しくて辛くて、で僕もその時にやっぱり思ったのは、何の彼にも何の責任もないのになぜこんなにあの社会から差別されてるの。よく彼の話を聞いて、なんかやっぱり僕の心の中にこれはフェアじゃないっていうか、あのこれはおかしい、だったら僕がもし彼の立場に立ってみたら僕はどういうふうに振る舞おうだろうか、彼みたいにあの元気にできないなとか、まあ、そこが原体験かもしれませんね。で僕は彼とは今でも一番 の、 あの友達だし、だけどそういうような経験があったからかもしれませんね。ありがとうございます。なんかすごいこうあのやっぱりすごい私自身もこうあのいろんなこう環境だったりとか教育の方から来てる方々と語られるときに、本当にこうあのいわゆる黒人だからとかそのすごいこう難民だからっていう、こうすごく社会のレッテルがいかにそのこうその人のこう、まあ、属性、その人のこう感覚だったり人柄だったりとかっていうのを表してないかっていうところをすごい感じていて、やっぱりその直接会って話してみることだったり、すごくそこで対話をする中で、あこの人もすごくこうあの実際そういったこう、まあ、辛い思いをしていたりとか、本当にこの人自身よりもむしろこういろんなこう、まあ、歴史的な背景だったりとか、そのこう例えば差別っていうところにとってもすごく構造的なものだったりとかってしてくる、その一人一人からすごいこう見える社会だったりとか、すごくこうあの自分自身も感じることもあるなっていうふうに思って今すみません、あの、ね、あの僕はもうそのお二人にぜひ聞いてみたいのはですね、まあ本当にお若いのにね、自分でこうあの立ち上げて組織を作られて一生懸命頑張られてる、でやっぱりそこの持続していくにあたって、なんか非常に僕は成功体験みたいなものが非常に必要だというふうに考えているんですが、まあ、苦しいことはいっぱいあると思いますよ。もう苦しいことはもうこれしょうがないんだけど、その中で自分がやってきて、あこれは成功だった、まあ、それが一つ自信となってまた次に会ったって、そういうなんか成功体験のような話も一つお聞きしたいと思うんですが、伊達さんも林さんもいかがでしょうか。はい、あじゃあ私から成功体験の部分ですね。そうですね、あのいくつかやっぱりあるなと思うんですけども、まあ、一つはですね、その飛び立ってのコミュニティっていうのはすごく大きいなと思っていて、やっぱりそのみんな留学していて、なんかこうとてもその外向きなあのポジティブな方々が多い中で、その企業の背中をすごく押してもらえたっていうことは、なんかこうとてもその認められている、自分がこれからこうどんなあのキャリアを歩むか、あの本当にあのおっしゃっていた通り、やっぱりこうこの先って全然見えないなと思う中で、なんかこう挑戦してみればいいっていうのをですね、やっぱり言って言える人たちがたくさんいる、そっちがマジョリティの環境に自分が身を置けてたっていうのが、あのすごく大きかったかなというのは思っています。それをやっぱり機に、あの例えばコンテストに出ようだったりとか、よりもっと人の目に触れる場に自分自身とか事業自体を持っていこうっていう、なんかその積極的に動ける部分は、やっぱりそのどういう人たちとどんな会話をしてたかっていうのがすごく大きいなというのは、まだ浅いですが振り返って思いますね。はい、なるほど、はいはい、
ありがとうございます。林さん、いかがですか。そうですね、やっぱりこう、なんだろうな、今の仕事を続けてるっていうところの、あ、モチベーションというか、成功体験っていうところで言うと、そうですね、やっぱりこう、一番は、そのやっぱりこう、自分たちが関わってる難民の方からの言葉ですごくあったなと思っていて、こう、例えばその、すべてを自分自身のこう故郷だったりとか、こうまあ、自分のこう、いろんなキャリアだったりとかっていうのを失った後に、日本に来ても非常にこう難しい状況にあった方が、こう君たちがその自分にこう2回目の挑戦のチャンスをくれたってことを言ってくれて、その時にすごくこうやっぱりこう人のもうすごく3年ぐらいこう彼とは一緒にいたんですけど、ようやくその彼が、就職したりとか、自分自身の新しい自分の自身のやりたかったことっていうのができるようになって、すごく時間はかかるんですけど、そのこう人の言葉だったりとかがすごくこうやっぱり魂の金銭に触れるというか、すごくこう、ね、嬉しいと思っていて、でもう一個がそのさっき伊達さんがおっしゃったように、すごくやっぱりこう周りの環境もすごく大事だなっていうふうに思っていて、まあ、すごい私自身は本当にこうまあそうですね、結構こう両親も公務員だったりとか、ずっと海外に出たことない、18年間ぐらいずっと千葉県とかその東京にいたんですけど、やっぱそのこうこういった生き方もあるよと言ったりとか、その周りの友達がこういうことを挑戦してるってことがすごく聞いたりとかすると、やっぱりそのこう自分自身もエンカレッジされるので、そういった環境自体もすごく大事なのかなっていうふうに思いました。うん、僕はなんかね、僕もいっぱい失敗したし、だけど失敗することは挑戦してるってことだから、うん、その失敗は挑戦者であることの証なんで、僕は意外とそれは見えなくて、失敗の数が多ければ多いほど自分は挑戦者なんだって思うたちなんだけど、まあそうは言っても失敗ばっかりだとやっぱりね、おかしいから、やっぱりどっかでこう成功体験みたいなものをやるとさらなる飛躍があるなということは思っていて、まあ僕は個人的にはやっぱり先ほどもずっと言ってるんだけど、うん、市民一人一人の皆さんにはもう有権者という強大なパワーと消費者という強大なパワーがあって、これで私たちが実際世の中を動かしたんだっていう、うん、なんか成功体験をなんか我々で作りたいと思っていて、例えば私先ほど言いましたけども、私も実は私の家のこの電気は再生可能エネルギーの発電してる電力会社に切り替えたんですね、消費者として。で、例えばそういうことを全国の消費者が行えば、まあその原発の問題もそうかもしれませんけども、再生可能エネルギー、これはもう政治の問題じゃなくて僕は消費者の問題だと思うんです。消費者が持ってる日銀券をそういうところに投票すれば、あっという間に日本には再生可能エネルギーが できてくるような気がしていて、だからもう役人が悪い、政治が悪いんじゃなくて、そうだったら僕ら国民が僕らの持っているパワーでもって一回変えてみようよ。だからみんながみんな一斉に再生可能エネルギーの電力会社に注文すれば多分一発で切り替える、なんかそんなことをみんなと一緒にできたらいいなと思いますし、まあ一方で投票でもなんか今の既存政党では満足できない、だから投票に行っても意味がないって言うんだったら、我々投票者としてなんかできないのかなという、そういう成功体験も作ってあげると一気に投票率も高まると思っていて、例えば今こういうオンラインでやってるってことは集会できないわけじゃないですか。すると既存の政党なんかは結構公民館かなんかに人を集めて集会やるんだけど、そういうことができない。そうすると政党自体もなかなかパワフルにこう集客できない、動員できないとすれば、これはインターネットでこういろんな意思疎通を図っている若い人たちが意思統一して行動すれば、ものすごく僕は政治を変えるチャンスにもなると思っていて、例えばの話ですよ、若い人たちにとっては地球温暖化っていうのは本当に大きな問題になると思うんですね。そうなるともうできるだけ二酸化炭素を出さない社会にしたいと、若い人たちはそういうことしないと自分たちが大きくなった時に、あるいは中年高年になった時に大変なことになるという危機感を持ってるんだったら、例えば二酸化炭素を排出するものに対して炭素税、
炭素税というのを課して、その炭素税で得た税収は若い人たちの学費に充てると。だから授業料を免除する財源に充てる。でそういう例えばシングルイシュー、炭素税を設けてその税収でもって若い人たちの授業料を全部免除するんだと。で若い人たちが今コロナの中で大学にも行けない、でそれからバイトもできなくて授業料払うのも大変だ、だったらそういう若い人たちがなんかそういうことにつながって、じゃあ今年必ず衆議院選挙あるわけですからね。だったら若い人たちのこのネットワークで、じゃあただそれだけで一回 学生たちの代表、これ男性1人女性2人僕は出した方がいいと思うけど、その2人をみんなで応援してそんなことをやってみるとか、若い人たちが SNS を本当にうまく使うわけだから、そういう声を上げて日本の政治を変えていくとか、いうようなことも僕はコロナ禍の今だからこそ、学生さんも今授業ができない、授業料もなかなか払えなくて苦しいと思ってるんだったら、そういう自分たちが考えている身近なことを政策に織り込んで、ワンイシューでもって衆議院の比例代表にですね、学生若い人を送り込む。僕たちはマララさんは素晴らしいとかグレータさんは素晴らしいって言うけど、じゃあ素晴らしいっていうだけじゃなくて、日本の若者もなんかそういうことを僕はやってほしいんですよ。で、そういうことをやっていって、こう若者をこうなんか一つのグループにまとめていく。それは香港のようにデモという形式でもなし、暴力を伴うわけでもない。ちゃんと私たちに認められた投票というルールでもって、一つそういう自分たちの意見を実現していくというようなことを、学生の皆さんが集まってコロナ禍の中でこう考えてもらって、それを発信するとかね、なんかそういう成功体験を一つでも二つでもやっていくと、あ、自分たちは本当に有権者として力を持ってるんだ、あるいは消費者として力を持ってるんだっていう、なんかそれが僕は欲しいなってことを今この家の中で一生懸命こもって考えてるんですけどね。いや、そうですね、なんかそういう視点でやっぱり提案してもらわないと、自分たちが本当に当事者として自分たちの一票が変えていけるんだっていうのはですね、なんかこう買い物は消費者として自分のためにっていうのがすごくフィードバックが早いなと思うんですけども、やっぱり投票っていうのはプロセスがとても長くて、こう川上から川下までがやっぱりこう見えない、その選挙日に紙を入れに行ったからといって明日から何が変わるんだろうっていうのがですね、こう分かりにくいっていう部分がやっぱり自分たちがもちろん理解していく必要があるし、なんかそういう環境が、自分たちが主体的に整えていくっていうことが重要なんだろうなっていう、そのブラックボックスっていう感覚をですね、こう変えていかないといけないんだなっていうのを思いました。本当に、だから政治家は政策を考える人、私たちはそれを選ぶ人っていう発想を乗り越えて、そもそも政策も僕たちは考える。そうですね。で、それは財源も考える。財源とセットで炭素税を創設して、その税収で授業料をタダにするという、なんかそういう、僕はそういう知恵やアイデアは出せるんで、あとはね、学生の皆さんが一回やってみようよ。要するにそういうことをこうした時に、なんか日本にもパワーが起きてくる気がします。で、日本の皆さん本当に優秀だし、海外に留学されている方はよく分かるように、みんなあんまり自己主張しないじゃないですか。だけどそこをそろそろしていかないと、この日本は少子高齢化も進むし、巨額の財政赤字も抱えているし、大変な社会になってくるときに、もうね、僕たちの時代はもう逃げ切れるんですよ。だけど逃げ切れない若い人たちはこの中で日本列島を背負っていかなくちゃいけないんだから、もう今から積極的に政治や経済について発言していってほしい。で、もしそういうアイデアがないんであれば、僕なんかも協力してやりますから、若い人が中心となってなんか変えていく、その成功体験をなんか一回みんなで作りたいっていうのが僕の今思いですね。
私たちばかりこう聞きたいことをたくさん聞かせていただいてるんですけども、皆さんからもあったりしますでしょうか。今ですね、はい、はい、今ですね質問が入ってます、うんうん、そうですね、ちょっと順番になってないかもしれないですけど、市民の人々に成功体験をさせることが有権者意識を高めることにつながるという話がありました。社会課題などに無関心な層に訴える際に村尾さんが大切にしていることはありますか。村尾さんだけじゃなくて皆さんから聞いてみたいですね、うん、社会課題など無関心な人たちにどうやってメッセージしているのか、うん、お願いします。僕もいろいろ高校を回ったりしているときにやっぱり高校生の反応がいまいちなのはやっぱり身近なところじゃない問題だとやっぱり皆さんピンとこないんですよね。だからそういう意味でも僕は先ほど言ったような例えば身近な問題を取り上げてみる、例えば授業料の話だとか、あるいはその学校の授業でもって一部の学校ではパソコンなんかが自由に使えるのにうちでは使えないとか、まあいったそういう身近な不満も結局政治っていうのは何も高次元の話じゃなくて、そういう人々の暮らしの身近なところの積み上げが政治になってるわけで、だったらそういう身近な政治を皆さんで一回何が今不安なのか、まあ、特に保育所の問題なんかではいろいろ国会でも話題になったようにお母さん方についてみては保育所の問題が身近な問題になりますし、ちょっとそういう身近な問題こそが政治の問題なんで、そういうことをもう皆さんもっと考えてみて議論したらどうかなとは思いますけどね。そうですね、やっぱりその関心っていうのは、うん、本当にさっき のお話じゃないですけど、なんか今やっぱり SNS で政治家の方たちもたくさんこう発信されてるので、本当にそのツイッターの向こう側とかにその人がいるんだっていうことをもっと想像できる仕掛けがあったらすごく身近になるなっていうのは想像したりしてました。まあ、自分の事業で言うと、まあ、刺繍がもうなくなりそうなんです、皆さん助けてくださいって言ってもですね、なかなかこう共感するポイントがすごく少ないと思うので、いかに共感してもらうかっていうところをですね、やっぱりストーリーだなと思ったりしています。まあ、私たちはものを作ってるので、そこで可愛いっていうところからやっぱり入ってもらうことが大事かなっていうのは、ちょっと私の授業ですが思ったりしました。林さんどうですか、すいません。ありがとうございます。そうですね、本当にこう接点を作るって意味だったりとか、近いこうトピックでってところもう一つのこう入り口になると思っていて、私たち自身は本当にこう、まあ、難民っていうとある意味こう日常生活からなかなかこう出会う機会がないところなので、どういうふうにこうお伝えしていくかというと、やっぱその誰もがそういったこう境遇になり得る、津波って人じゃないので、そういったこう状況の中でこう逃げざるを得ないという状況が大しても起こり得ることだったりとか、例えばそのこう例えば自分がその日本から海外に出た時にマイノリティになるという経験だったりとか、そのこうそれってでも別にその人がの属性だったりとかというよりも環境が変わることによってその人の状況が変わるっていうところので、そういった状況に誰もがなり得るっていうところをお伝えしているのが、そうですね、こう接点だったりとか近く感じてもらうための仕掛けというかになってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。今ごめんなさい乱入してますけど、今顔出してくださってる安井さんからの質問でした。安井さんお答えになってますかね、大丈夫ですか。はい、ありがとうございました。具体的なお話が聞いて本当に良かったです。はい、ありがとうございます。他にもですね、質問が結構来てますね。若者に対する支援や若い世代の興味関心を政治に向けることの重要性があることはよく分かりましたが、実際のところ政策決定者とかマジョリティは上の人たち、世代の上の人たちが多いかと思いますと、うん、その人たちにマイナスになりかねない政策というのは本当に現実的にできるのだろうかという質問です。それこそ私はまさに有権者にかかってると思うんですよね、うん、今のような意見を考えを持ってるのはよくわかりますし、現実に今そうなってるから本当に変えられるんだろうかと疑問に思うのもよくわかります。だけどそう思って投票というものをなんか軽視しちゃって、まあ、投票所に行かなかったり、どうせやったっていう上の人が決めちゃうんだ、うん、そしたらその状態は絶対変わらないわけです。でこれは変えるためにはやっぱりそこの一線を越えて、じゃあ上の人が変わらないんだったら我々は有権者として投票という一番の
最強の手段を持ってるわけだから、それでもって僕らでじゃあその人たちを変えるような動きを起こそうと、まあそこまでこうみんなが行くモチベーションっていうのはものすごく大変だと思います。で私もそういうようなことは常々できないかということはゼロを通じても考えてきたけども、やっぱできなかったし非常に難しいと思います。難しいと思うけど諦めたら多分何も変わらないんですよ。だから諦めずにとにかく少しでもそのチャンスを見つけて努力する、これしか今はないような気が僕にはするんですけどね。ごめんなさい、回答にはなっていないと思いますけどもね。そうですね。ただ例えばですよ、香港で若い人たちがもう命がけでデモしてるじゃないですか。で若い人々がもう捕らえられたりもしてます。だけどどうしてあの若い人たちがあんなに命がけになってやってるかっていうと、やっぱり投票に行って複数の政党から選べないからですよ。もう選択の余地がない。だけどあの日本には選択の余地があるわけです。今既存の政党もあるし、既存の政党がダメだったら私たちで別の政党を作る、そういういろんなオプションがあって、あの僕らは実際に社会や政治を変えるツールを持ってる。だけど香港ではもう投票に行っても選択肢がない、それは大変だっていうんで若者が今命がけでデモをしたり、そういうことを世界に発信してるわけです。だから僕らはそれだけ恵まれている立場にあるんであれば、これをいかに有効に使うか、先ほどご指摘にあったような困難さは確かにあるけれども、それを乗り越えるあの知恵も、それも僕らもやっぱり合わせて出さなくちゃいけない。まさに僕たちの力が問われていると思うんですね。すごいあの若い世代の方からも質問が来てるんですかね。なんか直接声を出してもらってもいいかなと思うんですけど。あ、はいはいはい、いきますか。あ、 AM さん、 AM ミュート外せるかな。あ、はい、すいません、ありがとうございます。私中学1年生なんですが、私の学校では、SDGs のことについてやっているんですけども、うん、SDGs 初の認定校として選ばれたんですけど、そこで学生なんですけど、その学生が出した案を、企業側が取り入れて、で何かできないかという取り組みをしているんですけど、今現状で起業をしている方とか、あと社会に出ている方とかで学生としての案を、まあアイディアとして取り入れている会社とかとは結構あるんですかね。あのね、ちょっと僕はちょっと企業、実際企業の関係者ではないんでちょっとよく分かりませんが、多分ね、企業の皆さんはとにかく生き延びることに必死だと思うんですよ。だからそれはいいアイデアだったら、若い人だからダメだとか、どうだからダメだっていう、そういうハードルあんまりないと思いますよ。とにかく老若男女、老いてても若くても男性であっても女性であっても、あ、これはいいアイデアだなと思ったら飛びつく企業があると思いますから、そういう意味では、まあ、中学生でもアイデア次第で企業は飛びついてくるというふうに思いますね。私たちみたいな小さな会社でも、私も授業、例えば出前授業でさせてもらったりするんですけども、中学生高校生からびっくりするアイデアとかも出てきて、実際にそれを一緒に中学生や高校生なんですけど、高校生のみんなと一緒にチームを組んで実際にやってみようみたいなトライアルもやっていたりするので、なんか最近高校生向けのビジネスコンテスト、中学生向けっていうのもあったりすると思うので、なんかそういうこう、グッとこう出てきてもらって、私たちももっとこう寄り添っていくっていう、なんかそういうことができたら広がりそうなのかもなと思いました。少なくともベンチャーはすごく動きやすいかなとも思ったりしました。ありがとうございま す、ね。もう一つ質問なんですけど、アメリカでバイデン氏が、大統領選挙で当選したという話が結構聞くんですけれども、日本の選挙は、ちょっと私からの個人的な目線になってしまうんですけど、外国の選挙とか、
政治に比べて、つまらないと言ったらあれなんですけども、あまり面白みに欠けてるんですね。例えば自民党がもう勝つだろうっていう偏見がもう固まってて、その上で選挙をするっていうのがすごく無党の人とか、あとまあそこ野党の方がすごく不利に働いてるっていうのがあって、やっぱりそこで関心がないっていうのが出てきたり、あとはまあ、一方の意見に偏りすぎているっていう現状があるんですけど、まあ、大人側から見て、私たち若い世代でなんかどういう視点なのかなっていうのはありますか？なるほどね。一つね、アメリカっていうのは非常に日本と比べて多様な人が住んでいるから、多様な考えの持ち主、そして皆さんがそれを結構オープンな形でいろいろ言うから、まあ、一般の有権者には非常に分かりやすいんだけど、まあ、そういう意味ではアメリカというのは、なんていうのかな、素人でも分かるような言い方で喋るし、分かるような言い方で喋らないとなかなか当選できないっていう風土があると思うんですね。一方日本というのはちょっとなんかプロの世界のようなところがあって、政治においても、だからそういうなんか建前みたいな、例えば国会答弁聞いててもよく分かるのように、なんか官僚が書いた答弁をずっと棒読みしていて、それが難しい言葉でいっぱい書いてあるから分からない。例えばアメリカの大統領の演説なんか聞いていても、それは僕もあまり英語は得意じゃないけれども、やっぱり分かりやすい言葉でちゃんと話してるからよく届くけれども、日本の総理の先ほどの所信表明演説だって言ったけど、聞いててもやっぱり素人の皆さんが分かるような言葉では言わない、でだんだんそこは無関心に、まあ、あなたがおっしゃったようにこう面白みがないということになってくるし、あとやっぱりそのアメリカ、僕もアメリカに3年間住んだことはありますけれども、やっぱりその政治家がだらしなければ、じゃあ僕らで一回何か作ってみようかっていう草の根のレベルでそういう風土があるけれども、日本の場合にはなかなかそれがない。だから僕が先ほどから言ってるのは、じゃあもし日本の政治家政党が面白くないんであれば、面白くないでそこで思考停止をするんじゃなくて、だけど私たちのことだよね、私たちのことを扱うのが政治で、それが面白くなくてそういうことは大人だけしかできないんであれば、じゃあ私たちがとにかくやってみようよって、まず思うことから先決だと思うんですよ。それを皆さんに思ってほしい。それから私も俺大いに不満なんだけど、日本の政治って2世3世の人が多いじゃないですか。お父さんが政治家だった、おじいさんが政治家だった、そういう人が代々この政治をやっている。だからそういうところにもだんだん面白みがなくなってきている。もっと若い人が出てくる、女性の皆さんがもっと出てくるという、そういう多様性のある国会にしていかないと本当に面白みはないと思うんですね。ただ私も思ったのは、私も公務員を辞めて選挙に出ました。政党の後ろ盾もなくて選挙に出たけども、その時には自分が今まで培ってきたキャリアも捨てて、だから家族の反対も押し切って、で落選したら失業しちゃうんですよ。僕は現に失業しました。職も失ったし、お金も退職金もゼロになります。それほど大きな、なんか政治に入るにはものすごく大きなハードルが日本にはあるんですよ。でこれもやっぱりこのハードルを下げていかないと面白みのある市民の皆さんが本当に入ってくる政治にはならない。だから一回、先ほど僕が提案したような若い人たちで政治の中に誰かを送り込むっていうようなことをやってみて、面白くなければ面白くしてみようじゃないかって僕は言いたいんですね。ごめんなさい、すいませんね。ありがとうございます。すいません、今ですね、高校生の方からですね、ちょっとさっきと若干かぶるのですが、質問入ってます。活動をしているということなんですけど、関心のない人に届いている実感がない、解決できている実感がないっていう悩みです。ちょっとどうでしょうか。はい、高校生です。そうですね。そのどういう活動をしているんですか。どういう、その彼。
接ミュート解除して喋ってもいいんじゃないですか、うんうん、溝口さんですね。あ、いいです。ぜひぜひ。あ、話してくれていいんですね。お願いします。兵庫県に住んでる高校2年生の溝口っていうんですけど、今学生団体を4つやってるのと、うん、あとサステナブル国際会議の2021の横浜に学生として出る予定なのと、うんうん、あと兵庫県の環境プロジェクトの兵庫高校生未来リーダーみたいなやつに参加しているんですけど、それで結構どの社会問題にも興味があってイベントを開催したりしてるんですけど、やっぱりその SNS で拡散するときもそういうハッシュタグをつけたり、高校生ってハッシュタグをつけたりしているんですけど、やっぱり知り合いの人脈とかじゃないと本当に関心がある人、関心がない人には届かなくて、毎回来る人はやっぱり今まで学校で活動してきた人だったり、そういうことに興味がある人が多くて、なのでなんかやっぱ関心がない人に届けていかないと、そのマジョリティが増えていかない、マジョリティの側に持っていくこともできないと思うし、ずっと関心がないっていう人には変わらないかが、変わらない限りこの世界って変わらないと思うので、それをどうやって変えていくべきとか、自分たちを知っている若者がどう行動していくべきかっていうのを、もし何か考えがあったら教えていただきたいです。うん、いいですか、ちょっと僕から。僕もね、本当にそれはもうね、20年も30年も前から悩んでいて、関心のある人はちゃんと来てくれるんですよ。で、関心のない人は本当に関心を持ってくれない。だから、スイッチをオンに入ってる人は、もう、必ず来る。だけど、問題なのはあなたが言ったようにスイッチがオフになってる人をオンにするのがものすごく難しいんですよ。で、うんうんうん、僕もまだね、僕もまだ正解回答は見つかってない。だからいろんなことをやる、選挙に出てみたり、ニュースゼロでもって話してみたり、それからニュースゼロ終わっても今度は高校を回って話してみても、今あなたと感じてることを同じなのものをいつも感じてるんですよ。だからそれでもとにかく僕、諦めずに、僕はもうインスタグラムもやってるし、とにかくどうで、あとどうか真ん中の皆さんと組んで、僕らの言ってるのをアニメにしたら関心持ってくれるのかどうかとか、そういうようなことをトライしてる。だから多分ね、僕が何十年間も答えを求めてやってることをと同じことなんで、答えはないんだけど、だけどね、やっぱりどっかでブレイクすると思って、打ち破れると思って今のところは進むしかないと思います。諦めたらダメ、とにかく諦めずに頑張ることだと思いますね。ありがとうございます。私の方からもいいですか。すみません、本当に溝口さんの、そもそも先ほど、村尾さんがおっしゃってたように、この問い自体ものすごくこう本当にこう深いものなので、多分どこの団体だったりとか、どのその企業さんだったりとか、どの個人でもすごくこうぶち当たると、すごくものすごく難しい壁にとか問いにぶち当たっていること自体すごい素晴らしいというか、意義があることだということをお伝えしたくて、うん、ただそのやり方としては本当にこう難しいと思っているんですよね。例えばそのこう、じゃ関心がある人たちにものすごく深く関心を持ってもらったときに、じゃあその関心がある人たちが例えば発信をしたりとか、こう例えばじゃあ友達を誘ったりとかっていうところで何か変化があるかもしれない。むしろその人たちにフォーカスするっていうやり方も例えばあるかもしれないし、あと関心がない人たちにこう対して、例えばじゃあ、イベントに参加してもらうっていうところがハードルが高いんだったら、もう少しちっちゃいステップを設けてみる。例えばそのこう、なんでしょうね、例えばそうだな、SNS でシェアだったりとか、こう、なんでしょうね、例えばちょっとこう、なんだろうな、友達、その人の友達の友達にこう、お伝えするとかっていう、こうちっちゃいステップを作ってみるだったりとかっていうところもできるのかなっていうふうに思っています。で、ただ私たち自身も本当にこうこのどういうふうに関心を持ってるかっていうのはすごくこう深い問いだし、全然答えを持ってないので、これもこう本当にこう村尾さんおっしゃるように諦めないでというか、やり続ける、やってみて、結果を見てみるだったりとかっていうのはすごく大事なのかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。なんかすごく素敵な視点だなと思っていて、村尾さんがおっしゃってたその相手の立場に立つっていうところがまさにだなと思って聞いてたんですけども、多分その興味のない人は本当にこう、なんで興味ないんかと、なんかこうストレートに聞くことってあんまりないかなって思うんですけど、いやなんか私も溝口さんともし同じなんかこう団体にいたりしたら、なんかもうマジで興味なさそうな子とかに、なんで興味ないんかはむしろ教えてっていう、なんか会話ちょっともしできて
チャンスがあるならやってみたいなって今聞きながら思ってました、あとですね、やっぱり私みたいなソーシャルビジネスって言われるこう仕事をしていると、やっぱりこう、まあ、好きな方しか来ないっていうのはまさにその通りで、でもやっぱりなんかこうそうじゃない人に一番話聞いてもらえるなっていうのは居酒屋なんですよ。なんかもう飲んでなんかこう私こんな仕事してて、いやでもめっちゃあのインドの文化とか素晴らしいんすよみたいな話を、結局なんかそういうこう膝つき合わせる、まあ今コロナで難しいんですけど、なんか結局そういうことだなと思ってて、こうその興味ない人たちが、例えば、まあ、中学生なので居酒屋は難しいかもしれないですが、なんかこうスタバでなんか美味しいお茶飲みながら話そうとか、まあ、もうされてるかもしれないけど、なんかそういう興味ない人たちの立場になった時に映える場所で話してみるとか、なんかそういうことが、あ、私も含めてなんかやってみれたらいいなって思ったりして聞いてました。あとね、溝口さん、あのちょっといいですか。僕はね、ずっと悩んでるんだけど、ヒントになりそうなのが、あのね、企業のコマーシャル、コマーシャル、企業は自分の製品だとかサービスを本当に売りたいわけですよ。で、関心のない人たちに、私の化粧品はこんなにいいんですよ、この車はこんなにいいんですよって、関心のない人に関心を持ってもらおうと思ってね、一生懸命コマーシャル作ってるんですよ。だから一回ね、僕もよく企業のコマーシャル見て、あ、なるほど、こういう手法があるなとかって勉強になる時がある。だからそれは日本のコマーシャルだけじゃなくて、世界のコマーシャルを見て、いろんな人たちが自分の関心を持ってもらいたいと思う人の塊の作品がコマーシャルだから、一回コマーシャルをずっと見てみると、ひょっとするとあなたのヒントになるようなことをコマーシャルから見つけ出せるかもしれない。ありがとうございます。ジョグリクさん、すごいですね、盛りだくさんの回答が来ました、ね、確かに。そろそろですね、時間が結構来てしまって、ちょっとね、名残惜しいんですが、最後にですね、ちょっと事前に来てた質問もあったりして、国際協力のキャリアを進みたいっていう参加者の皆さんが多いので、多くてですね、そのコロナ禍においてどんな影響を受けているのかっていうの、プラス面マイナス面があったら教えていただきたいっていうのと、あと、もう一つ最後に、キャリアに進みたい人へ一言、この中のどれかから選んでいただいて、3人1人ずつコメントいただいて締められればなと思います。じゃあ林さん、伊達さんの方からいきますかね。村尾さん、最後に締めていきましょうか。はい、そうですね、どうしようかな。多分キャリアの話をすると、正直私自身も本当にこう、まあ、すごく何だろうな、結構診察チップだったりとか、その周りからすごいこう本当にその道に行くのかみたいな、親だったりからすごい止められたりとかもしたんですけど、本当にこう自分自身通った時に、そのこの道を諦めた時にどうなんだとか、本当にこの人と一緒にやりたいってところのすごい思いがあったからこそ、すごいこうすごく怖かったけど、やっぱり今改めて自分自身のこう、まあ、今があるやっぱその決断だったなっていうのを思っていて、やっぱりそのこうすごくこう周りからどう思われるかだったりとか、すごいこう周りからすごくネガティブなフィードバックされた時も、改めてそのこう自分自身通ってみたり、すごくこう自分自身が何がやりたいのかってところをすごくこう考えたりとか、すごくこう内省することで見えてくることもあるのかなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、私はまあ、メッセージっていうと、ちょっとそのテーマに添えてるかわからないんですけど、今日の村尾さんの話を聞いてですね、まあ、国際協力もそうなんですが、なんかこうこの今日参加してつながった人たち、すごく貴重だなと思っていて、なんかこの人たちで何かまず行動を起こしてみるとかもすごくいいなと思っています。まあ、国際協力っていうのも一つキーワードだと思うんですけども、例えばその政治に関わる何か運動を私たち若い世代でやってみる、しかもこう村尾さんにちょっと手伝ってくださいって言えるチャンスが私たちにはあるかもしれないっていうのがですね、すごく可能性を秘めているなと思って、なんかこのオンラインイベントのその先になんかこうつながるようなことがここからできたらいいなっていう、すごく期待を今日は抱けたので、なんかこう皆さんの、まあ、最後のメッセージみたいな形になっちゃうんですけども、何か一緒にできたらいいなととても思っています。はい、じゃあ私の方からは、国際協力のキャリアを今目指している人、私はね、
その目指す道、方向、これは正しいと思います。だから今そちらの方向に行きたいなと、まあいろんな困難はあるかもしれないけど、行きたいなと思ってるんだったら、その信念を貫いていってくださいと思います。で、僕がそう考える理由の一つは、先ほどもちょっと言ったけれども、今コロナという状況の中で、今世界がどん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 苦しい方向に向かってるんですよ。そうなると、先ほどもちょっと言ったけど、やっぱり国家の間で対立が起きたりする。で、その時に最悪の事態が起きないように一線でとどまるためには何が必要かというと、やっぱり僕は草の根の連携だと思うんです。市民レベル、NGO レベル、国際協力で、まあ、国家とは離れた市民間での連帯が、そういう最終的な最悪の結末を防ぐ一つのツールになりそうな予感が僕にはしていて、そう、皆さん方が市民レベルでいろんな外国の人たちと連携している、そして その国同士が対立するような事態になったとしても、その底辺、草の根のレベルがしっかり連携が取れていれば、戦争に対する一つの抑止力にもなる。だから自分のキャリアの形成にもなるし、広く言えば僕は国際平和にもつながる気がするんです。だからそういう意味で国際協力を目指して NGO で働く、これは僕はもうこれから本当に必要なことだと思うし、そういう時を、若い時にそういう方向性を見つけ、自分がそれにやりたいと思うんだったら迷わず突き進んでほしいと思います。まあ、いろんなことはあるかもしれません。だけど失敗はつきものな、しょうがない、生きてる限り失敗していくんです。だからそこはまあそんなに悩まないで、とにかく頑張ってみるっていうのが必要だと僕は思います。はい、ありがとうございます。締めていただいて、今ですね、いろんなお話いただきました。最後にコメントいただいて、NHK の、制作の高田さんからコメントいただいてますが、問題に関心のない人たちにどう届けるか、学生の皆さんや村尾さんのお話を疑い、ずっと続く課題だなと再認識しましたと、隣に座った人に話しかけるつもりでメッセージ発信し続けようと感じましたとコメントいただいてます。一番初めに私もメディアの人たちとの連携のお話を少しさせていただきましたけど、メディアの方々もすごく同じような立場で悩んでいらっしゃるので、一緒に連携して いける仲間って言ったらいいんですけど、なのかなと思っています。はい、今日ですね、村尾さん、伊達さん、林さん、本当にありがとうございました。で、参加者の皆さんも本当にこんなにたくさんの質問いただいてありがとうございました。中学生、高校生の方々、本当に積極的に、うんうん、ね、本当そうね、頼もしい、みんなで、登壇者も NGO メンバーのみんなで、とても今嬉しい気持ちだと思います。で、伊達さん、林さんからもね、チャレンジしていく人たちが周りにいることとか、その人たちの会話とかがキャリアを後押ししてくれたって話があったと思いますけど、で、村尾さんからも最後に草の根のつながりの話があったと思いますけど、そういうのを本当に大事にしていきたいですし、この NGO2030 の、ね、コミュニティもぜひそういうものになっていければなと思いますので、また引き続き皆様の参加をお待ちしております。でですね、最後にですね、これ終わるのが名残惜しいですが、最後に、ちょっとお待ちくださいね、画面共有できてますかね。はい、急に記念撮影をします。顔出し OK の方はぜひですね、ビデオオンでお願いします。これ渡辺さん撮ってもらえますかね。私今ちょっと画面できないんですけど、どなたか NGO に入れるメンバーお願いしていいですか。それですね、村尾さんから実はこのあとインスタに上げたいっていうリクエストをいただいているので、これは村尾さんのリクエストでもあります、この撮影は。ちなみに、はい、で、村尾さんなので、うん、後で村尾さんインスタチェックしてくださいね、皆さんぜひ。用意大丈夫ですか、渡辺さん。そうですね、すごくたくさんの方に参加いただいてて、おそらく画面1枚では収まりきらないので、はい、3回ぐらいお撮りします。はい、ですね、今日の掛け声はなんと BQ キャスターです。BQ キャスター。口が開くのでそれでいきます。画面共有をオフにした方が写真は全体が入るかなと思ったんですけど。あ、そうです、そうです、確かにそうですね、はい、ね、これから撮りますよね。はい、すみません、ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。じゃあ渡辺さんにお任せします、撮影。はい、では BQ キャスターぐらいでパティッと撮るので、皆さんはよろしくお願いいたします。いきます。
BQ キャスター、はい、あ、それからですね、私もちょっとここでスマホでこの画面を撮って後から僕のインスタグラムにアップしたいんですが、よろしいでしょうか。嫌な人はすぐ今退出してもらっても構いませんが、今ね、こんな形で僕ちょっとあのスマホで撮りますので、これがあのすぐ僕のインスタにアップします。はい、はい、じゃあ撮りました、撮りましたありがとうございます。あのダメ、もう一回撮っとかなくて大丈夫ですか皆さん。撮りたい、もう一回撮りますね、はい、すみません、僕素人なんでうまくちゃんとあれかどうか分かりませんが、渡辺さんもお願いします。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、大丈夫ですかね。はい、はい、大丈夫ですか。もう二度とこの機会は訪れないかもしれないのでじゃあちょっと皆さんのお顔映りますけど、すいません。はい、ありがとうございますはい、そしたらですね、これで、ちょっとお待ちください、時間が、お、はいはい、それではですね、今日のイベントはこれで終了なんですけれど、次回の予告です。次回は5回目ということで、毎月やってるんですけど5回目ということで、20230メンバーの、JPF ジャパンプラットフォーム緊急対応部長の柴田優子さん、それからですね、CWS ジャパンの五十嵐豪さんがお話しにお話しいただきます。お二人ともですね、フィールドでの経験、活動経験値が高くて、しかもマネジメント的なところまで包括的な視点を持っていらっしゃる超ベテランということで、国際協力の支援現場のリアルなお話を聞くことができると思います。ぜひまた次回お会いできることを楽しみにしています。で、なおこの後ですね、本日のウェビナーに関するアンケートを皆様に送らせていただく予定ですので、登壇者へのフィードバックや励みになりますので、ぜひご協力お願いします。はい、これ2030 Facebook ページなので、イベントとかの情報こちらでアップしてきますので、ぜひフォローしてください。はい、では以上をもちまして、本日のイベント閉会させていただきます。少し時間が伸びてしまって申し訳ありませんでした。高杉さん、すいません、1点だけ質問来てます。写真は参加者側も自由に使って大丈夫ですかっていう、さっきの写真についての質問です。はい、SNS に上げる、今の、ね、記念写真上げるということで、顔出しがダメな人は隠していただいたと思うので大丈夫ということで、お願いします。この場でダメな人は手を挙げてください顔を隠してもいいので手を挙げてください。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます皆さん。ありがとうございました、はい、楽しかったです。ありがとうございました。改めてありがとうございました。ありがとうございます。村尾さん、伊達さん、ご協力くださった皆さん、参加してくださった皆さん、ありがとうございました。ではボリューム5でお会いできれば嬉しいです。ありがとうございます。はい、おやすみなさい。失礼します。